今回のこの動画ではですね、現在ノンストップ物販そしてフリマアプリで、えー、物販実践者の方にちょっとインタビューしていきたいなと思います。はい、それでは新野さんよろしくお願いいたします。お願いします。はい、新野さんはですね、えー、現在弊社で,ですね一緒にノンストップ物販として、えー、実践者としてやられております。えー、なおかつですね仕入れコースのプレミアムコースということでも、えー、ご自身で、えー、仕入れて販売という形でやっておる方です。新野さん。 えー、本当にすみません、えー、お忙しい中、日曜日ですね、うん、昼に動画ちょっと撮,撮らせていただきました。シアさん、最近ですね、なんか売り上げも伸ばしているということで、ずっとブッパ楽しんでいらっしゃるということですね。今現在、まあ、売り上げ的に今、どういう感じになってるんでしょうか売り上げ、まあ、その売り上げっていうと、またちょっと自分、あんまり好きじゃないんですけ、はい、ど,うぞどうぞやってた頃から、あの売り上げっていう言い方をすると、はい、売り上げが例えば、50万で出てると、うんえー、利益が。 5万円でしたとかいうの結構聞くんで、売上だけ増してもらえない自分は利益でしか言わないんですけど、またあの話しますけど、利益は簡単に還元する約今30万です。すごいね。ようやるわ。おめでとうございます。 いやー最初の頃はですね、あの信、ー、也さんね、大炎上するぐらいね、もう、<laughs> 僕からしてみたらね、いろんなショーを見てるけど、あのー、大炎上するようなね方だったんですけども、その方がですね、なんと今ね、もう30万の利益を出しているというのも、僕、はい、本当に嬉しいです。信也さん、おめでとうございます。ありがとうございます。信也さ,、えー、さんのね、これは実力ですよ。もういえいえ ネット物販って結局ですね、ノウハウを、あのスキルを習得してある程度でいくと、あの自分の力、継続力だったりとかっていうところになってくるんですよね。そ,のうん、そこに対してノウハウもありつつも商品種類を多くしていくというところも多分あると思うんですよね。その中でも利益を30万や,やってるっていうことは、僕、すごいなと思います。とんでもないです、本当に。<く>おかげさまですので。<laughs> えー、素晴らしいですよね、えー。最近ですね、新也さん、あのー、また新たなる夢。 っていいう夢やないな、まあ、直近またなんか今度今までだったらお金絶対使わなかったのにお金をを再投資物販をしまくってたわけですよ、はい、ここが新也さんのすごいところである程度の人はねやっぱお金ができるといろんなものを食べたくなったりとかものを買ってまたなくなってまた稼ごうとかってなるんですけど新也さんのいいところってやっぱ物販に再投資してどん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 膨らましていくわけですよ。 これが、この考え方ができる人は絶対に金を稼げます。お金を稼ぎます。もうそういうことです。で、それを信也さんもずっと一途にやってきたということで、信也さんもある程度の確信というか自信ができたわけですから、そうですね。うん、はい。できました。家族,家族旅行に行くらしいですね。<laughs> そうですね。まあ、つたない、まあ、家族旅行<や>まあ、つたないと言いながらも、まあ、自分が以前行ってたような、その、 ちょろっとこう被害で行くような旅行ではなくてちゃんと宿泊してそこ<あ>そこちょっとお金を使う旅行に子どもたちと家族でで行かせていただきますいいなうわあす,すよはい,いや本当にねシアさんのところね、あのー、ご家族とさんで物販をやられてるからですね、まあ SNS の配信だったりとかね、えー、僕も見てますけどもね、なんか本当に楽しみながら幸せのオーラを感じます。ありがとうございます、はい。もう本当に僕ね、そういう、ね、ところを見るのが大好きですもう。やっぱなんかね、情熱的なところもあるんで、もうぜひね、この,のノンストップ物販とね、有罪庫自分で仕入れて販売するところをもうどんどん物販を通してえ使いこなしながら自己実現、今からやりたいことをどんどんやっていただきたいなと思います。でシさん 最近ですよここ、重要なんですけども、はいはい、今、はい、ノンストップ分配、吉田の中では、ですね私のこのチャンネルですので、今、特大キャンペーンというのをですね今、やってるわけなんですよ、信也さん。はい、これ、どういう内容なのか、ちょっと一緒に噛み砕きながら、ですねこのチャンネル見てる方に届けたいんですよ。はい もちろんでで、はい、ててですすメルマガでですね、はい、私の,あのメルマガでバンバン配信してたんですけど、今まで椎名さん、取り扱い商品種類っていうのが、いくつだったんですか、はい、今まで、えー、最初始めた時きは約150商品から取り扱っていいよって形で,、うん、で、自分たちが一番,一番というか、もうむちゃくちゃ売れてるって実感がある3ヶ月目の時が200商品ぐらいになってる、うん。 それぐらいの商品数でも、もう本当にお、まあ、多いというか、めちゃくちゃボリュームがあったっていうぐらいなんですよね。なるほど。渋谷さん、150種類から200種類を自分で商品を仕入れて販売して在庫を抱えるってなったら、普通に相当金かかりますよねまあそうですね、1個単位、例えば1つ安くて 1, 1>、うん、1000円だとしてもですよ。うん もう200ってなった時点でもうこれだけで2020 20万とかの仕入れになっちゃうわけですよね結局一商品ずつ仕入れてますだからでもノンストップ物販の人て一商品ずつあるわけじゃなくて200種類あるわけであって200個じゃないんですよねだから100あるものもあれば200あるのもあるしだからそのすぐなくなる在庫ではない大量にある在庫がその200種類扱えるってすごいことなんですよねこれでも当時も,もうすごかった はい、当時でもかれこれですね、まあ、約何年だろうな、3年以上前にはなりますよね、プリマアプリで販売できて、農作物販ですから、商品の写真撮影だったりとか、説明文だったりとか、タイトル、在庫管理、えー、検品、梱包、発送まで全部、弊社の農作物販というのがやってるわけですよ、しんさん、はい、その時でも取り扱い、1人の方が、販売者の方が、えー、やっていいというのは、30種類ぐらいなんですよね。 それでも信也、ねうんうん、さんはね、今もう現在150から200でも良かったんですけど、この特大キャンペーンですよ、さんさいやもう本当に今の自分のね、こういう、まあ、ちょっと顔、カオスになっても背景みたいな感じで、もう宇宙を感じるような、<laughs> もうね、信也さんはね、なんかね、もうすごいな想像する世界のところにい,、ま、いらっしゃいますから。ですけどね あの今現在、特大キャンペーンの取り扱い商品種類って何種類ぐらいになってるんでしょうかえうです、ね、もうこれ、言っちゃうとやばいですけどね、本当に、うん、あのもうね、普通の人だったらどう想像しますってことなんですけど、まあ、ね、あれでしょうみたいなさ300とかになったんでしょうとか、倍になったのかなとか、400になったらもしかして500、すごくない、うん、っていうじゃないですか。うん、いやいや種類で、種類ですよ、しかも1300以上ですの種類。<laughs> いや、シアさん、すごいよ、これ、はい。もう、いや、とんでもないですね。<ー>このコンテンツは本当に日本でも最強だなぐらい感じ思ってしまうぐらい、宇宙だなって。だから、背景、宇宙になってる。もう、もう地球出ちゃってるもんっていう、この企画はあのー。すごい。<うん S 1> これね、<うん S 1> 僕もね、2>, <はい S 1> 2月1日から特大キャンペーンをやっていくぞっ,つって、あのー、もう企画を会社で立ててやったわけですよ。 はい、でね、僕、確信したのそのネット物販、史上最高のね、なんかぶ、勉強会っていうのがやっぱあったんですね、新年会だったりとかね。はいはい、その、まあ、いろんな物販の全国から集まってるんですけど、やっぱ見たときに、やっぱうち、結構いいこと、販売者にとって、参加者にとってやってんなって確信したんですよ、こ、まあ、<僕>れはねあのあ、私もそうですけど、ティンアもそうですけど、感じましたね、あの自分、ほ他のをかじってるんで分かるんですけど、なるほど全然違います、やっぱり。 はい、僕ね、信也さんと逆で、全然最近ね、そのセミナーとか、あの勉強会とかに行ってなくて、自分どこの自社のコンテンツをめちゃくちゃ強化してたから、やってたんですけどね、うん、でもね、他のところをやっぱちょっとやっぱ勉強してみて、見てみて、いいことってやってるなっていうのを聞いたんですけど、自己満してない,ししないんですからね。久しぶりに比べてみたときの、そのまあ、やっぱり、うん、その差に気づくという。そうなんですよ でその時はねあの、最近の話をすると、そのネット分配を今からやりたいっていう方々が多かったから、あんまりね、僕はそういう人とのお話はあんまり控えめにはするんですけどね、やっぱなんか、ね、競合他者のところになるわけですから、マナーっていうのがやっぱあるじゃないですか。 <laughs> まあそうですね、はい、その中に話を聞いてネット物販ってやっぱり商品のリサーチだったりとか仕入れたりとか仕入れ金がいったりとか写真撮影だったりとか梱包発想がめんどくさいっていう内容だったんですよ。うん、それを僕のところ全部解決してるから、ね、やっぱ「ノンストップ!」っていい内容だなと僕思うんですよ。いや本当に最高の内容ですよ。うん、本当に、ねうん ね、ありがとうございますそして、新也さんもね、もうさもう常に進化して、えー、30万の利益とかっていうところまで行ってますし、もうあとどんどんん、ねね、時間と経験をどん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 費やしていって、あと自己実現、自分のやりたいことをかけていけば、かけて,てね、かけ算のようにいけば。はい さら、ね、にあのクオリティオブライフと言われる生活の質が向上するわけじゃないですか。ね、本当ありがたい限、ねはいね、なんかね、サングラスもかけちゃって、なんか余裕が出ちゃって。<laughs> そうですね、なんかちょっとこう、ね、こういうブランドにはまっちゃってるんですよね、もうちょっと。でもね、信也さんのいいところって、ね、ネット物販にどんどん,どんどん再投資していくとこが素晴らしいとこですしまたどん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 実現していってください。 ありがとうございます。特大キャンペーンについてなんですけどもね、えー、現在あの150種類から200種類、そして今それが1300種類までノンストップ物販になっているよということで、もうやる作業って大体1日の間にどのくらいなんでしょうか ?1 日、えー、の間にいいですか、もう言っちゃいますよ、ここでも。<laughs> 言っちゃってください、もう聞きたいんで。はい、<laughs> 30分です。三十分。三十分。シエ、うん、さんね、嘘ないからね。 うん、これはもう本当ですそれがね、1300種類の30分やから三十分、やっぱこれいい内容だと思いますよ、皆さん見てる人ですね。30分、そうですね。もっと稼ぎたいって人は、少しだけ長くすればいいだけであって,って、うん、もうきもう本当に副業として成り立たすなら30分で200商品で十分でした。うん、なるほど。時間を費やせばまだ稼げるって感じでしたね、もう副業レベルなら。 で1300なら30分のレベルで、多分それじゃ済まないんじゃないですかね、売り上げもっと上がるんじゃないですか。うん、羨ましくてしょうがないもうあ、もうその時の自分だったって、キーって言ってましたよ。もう今、結果出たがいいよ。はい、なるほどですね <laughs>、はいえで。僕はですね、この特大キャンペーンを現在やってるんですけども、これ、会員さんにやってるんですけども、あもう新規の方の受付っていうのも、ほぼもう終了してるんですよね、今。うわー まあまあでもしょうがないですよねもううそれ溢れ溢ちゃうんですね,ねだから今だってうちいいとこないいところはですね志願さんちょっと自慢させてもらいたいんですけどここ、はい、仕入れるコースのプレミアムコースの方々もどん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 商品を仕入れてこのノンストップ物販の方々にも商品をおろしてくれて仕入れの商品がメーカーさんからも来たりとかうちの弊社の商品をバーって卸し価格めちゃくちゃ安いやつが来るわけじゃないですか。はい これだけ販売者の人がいっぱいいるから、ウィンなんですよ。もうこれはもう最高ですね。ね最高でしかないみんながウィンって僕相当気持ちいいんですよ。ウィンでしかないっていうのはね。うんうん、もうなんか、いや、なんかいや、浮かぶことがマイナーだったんで、今にして。浮かぶこと,がっとマイナーだったんだね。 ぜひですね、特大キャンペーン、今1300種類以上、どん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 新商品も毎月、毎週のように増えてきております。それを販売できると思ったら、すごいラッキーだと思ってください。で、常にですね、えー、販売者の人たちもどん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 、これを見てる方、今やってる方も多いと思いますのでね、うん、飽きずにも、継続することが大切ですので、やってくださいで。また仕組みもですね、システムもより簡単にやっていきますので。 ぜひお楽しみしながらやっていただきたいなと思います。今回のこの動画ではですね、どちらかというと、新規の募集というよりも、現在今やられている方向けに取りたいなと思って撮ってるんですけどね。深夜さんですよ。深夜さんに向けて取ってるんですよ。い思いましたよ、もう本当に。いや、もう次に向けてだろうなって思ったんで、ちょっと自分もキーってなりかけてたんですけど、うん、まあみんな稼いじゃうなって、ちょっと嫉妬しちゃうとこもあったんですけど。うんうん やっとでここまで来たのにみんながもうバンバン稼いじゃうって思ってるけど、ね、今の人たちっていうのを思うと自分らも含めてね思うと本当に心が温まるなっていうそうだな新夜さんたちの今度のステージっていうのは貢献ですね <laughs> そうですね、うん、まず自分たちも、えー、幸せになりつつねさらに人をね喜ばせていくというところを目指してもらいたいしで、ねえー、僕は新夜さんの活躍する方を見たいもっとああ いや本当にそうなりたいです、そうなっていきたいから、もうそれはもちろん、うん、そのね,ね、ネット物販やね、もう情熱がもうビン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 伝わってくるんで、もうそれをね、フルにね、もう人生楽しみながら、海が飛び回りながら仕入れてもいいでしょうし。 ね、もう今行かなくてもいいですかね。はい、行かなくても、まあ、ある程度もう仕入られるんで、うん、まあ、行ったら、行ったら、まあ、その旅行があって行くっていうのも手でしょうしまあ、これからそれもどん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 、まあ、やっていけると思いますんで <laughs>。<laughs> はい かった、かった。最近の深夜さんのね、近況報告など聞けて、えー、利益でも30万円いってるということで、えー、よかったです。ぜひですね、この動画見てる方、えー、見てるだけではなくてね、深夜さんのように行動して、えー、結果を出して生きてほしいなと思います。そのためにですね、物販というのをご準備しております。ぶっ飛んだ内容で1300種類とか、自分が取り扱うって仕入れ資金がいらないんですよ。うん ゼロですノーリスク、商品のリサーチ、写真撮影、説明文の構築、タイトルの構築、在庫管理、いらないんですよ。ノーリスクですよ。その内容が、ノンス物販でできますので、もしご興味があります方、今、新規の募集受付終了しておりますけども、もしかしたら何名か、数名かは入れるかもしれませんので、吉田のですね、えー、概要欄にあります公式 LINE の方から、興味ありとメッセージいただければ、 対応させていただきましたので、ぜひメッセージください。くれぐれもですね、あの興味あるだけではなくて、えー、やらない理由を感じている、考える人だったりとか、そういう人、受け付けておりません。情熱あふれる人、本当に人生を変えていきたいとか、えーまあ、僕の今までの動画を見ていただいた人、熱い人ばっかりなんですので、えーね、気持ちがある人そうでしょう。ぜひメッセージくださいはい。 ティエさんなんなか最後にちょっと皆さんにメッセージ伝えたいことがあればか私からですか、はいはい、私からですね、あのもう、まあ、今、吉田さんが言われたようにですね、やっぱその情熱がある人とか、うん、やっぱそのね、やらない理由を探している人っていうのは、まあ別に、そのね、来てくれても構わないですけど、来てくれたときにあの、まあ、t i a や、まあその吉田さんや、ね、うん、その他ノンストップの,の勉強熱心な生徒の方たちを見ながら、 変わっていって、本当に変わる努力をしてほしいな、変わっていってほしいなと思います。そしたら楽しくなってきます、本当に。お金を稼ぐことがイコール楽しいになってきて、で、癒やしくないです、全く。なんか、うん、多分、いやしいと思ってる人もいるかもしれませんけど、お金を稼ぐことは全くいやしくないですあの。心に余裕ができるし、人にも優しくなります。時間にも余裕ができます、お金ができることによって。それによって、もう自分の全てが豊かになっていくんで、うん、宇宙を感じる。 なるほどこういうオチになってくるんで、<laughs> なのでぜひ、あのね、吉江さんがおっしゃられたように、情熱を持って、あのもう何名か、もしかしたらって、もう多分結構パンクしてるような気もするけど、みたいな、<laughs> やばいないな感じですけど、はい、本当、特別に開けてくれてるので、開けてくれようとしてるので、うん、あのぜひあの、自分ら待ってますので、どしどし応募ください。うん、はい。吉江さん、えー、メッセージありがとうございました。最後、私からなんですけどもね。 やっぱりこの2023年もう始まってもう2月になりました。今日でこの動画撮っているのは2月5日です。えー、2月5日になってね新しい目標を持っている方も,もうまだ何さえいいかわからんという方はですねノンストック物販やってください。絶対結果出ます。いきなり初月からです、ね、売り上げ上入って入金があります。しかもノンストック物販のすごいところって何かって言ったら商品売った分だけ先に。 手元に入ってきました。あなたの手元に入ってきます。それを弊社はですね、月末、自明で1ヶ月分、送料かかった分、もしかかったら、えー、立て替えておりますし、大体基本的に、ゆゆメリカリビンとかですよね、シネさん。そうですね。基本的にも、はい、ほとんどはもうそうですね。ゆゆメリカリ差し引きされた送料になりますので、かからなかった分は発生しませんし、もし。 しあなたがあの時間がな,なくて売らなかったと言ったら別に何も費用もかかりませんし、すごいいい内容だと思います。で、このノンストップ物販ですねあの、もちろん初期費用がありますえそ。大した高額ではないです。僕ね、東京の,あのネット物販をやってる方々のコンテンツをあのちょっと勉強しに行ったんですけど、やっぱ価格的にもすごく高かったんですよ。その半額以下で今ご提示しておりますので、ご興味ある方はぜひやられてください。えそれそ、そうすればですね、新屋さんのように、 え月利益でもね30万円余裕で出せるようになってますんでぜひあなたのご参加をお待ちしておりますわからないことがあれば概要欄の方のあります公式 LINE からメッセージいただければ私メッセージを返しておりますのでよろしくお願いいたしますはい深夜さん、えー、お忙しい中日曜日の中ですね集まっていただきましてありがとうございましたありがとうございました引き続き人生を楽しみながらネット物販を愛しながら実践していただければと思います<え>ありがとうございました、はい、ありがとうございました